天高校放送研究会ミニラジオ。皆さんこんにちは、みくりや楓役中島しきです。霧の絵魔衆役鈴木亮太です。このラジオは毎週木曜24時より好評放送中のテレビアニメオーパスカラーズを盛り上げるべく、僕たちが作品の魅力をお届けするというラジオ放送です。はい、このラジオも3週目に突入しまして、折り返しに来てますね。あ、すごい早いな。頑張っていきましょうよ。はい、今日は先週の木曜日に放送された第6話に登場したアートパートで歌われていた楽曲 NOVA についてお話ししたいと思います。改めてここでアートパートの説明をしますと、アートパートはパーセプションアートを歌と映像で表現したもので、作者のアーティストとグレーダーの気持ちも描かれたりするアニメ本編では重要なパートなんですね。ちょっと抽象的というかイメージ的なパートではあるんですけど、なんか2人の関係性であったりとか、作品に込めた思いであったりとか、っていうのも表現されているっていうね。そうだから本当描く人によって全然作風も違えば、表現方法はね、まあ、MV とか PV みたいな感じで思っていただければいいのかなと思いますけども、分かりやすいかもしれないですね。この第6話のアートパートはですね、アートパートでも喧嘩してるっていう、はい、なんか可愛いお猿さんみたいな可愛いのとあとなんか狼みたいな、そうなんかちょっとキャラクターっぽい感じで、 それはちょっと意外な感じもしましたけどね。ポップでしたね、随分ね。そうで、この BGM で使われている楽曲 NOVA というのが、まあ、結構前ですけどレコーディングしたの、むっちゃかっこいいっすよ、ね、かっこいい、もうズントントントン、ズントントントンってこうむずい本当に大変でしたね。本当にパスカラの楽曲ね、何曲か歌わせてもらいましたけど、これみんなのはどうなんだろうね。他のみんなの曲をさ事前に聴いてるわけじゃないから、はい、あれだけど、むずない、みんなむずいんじゃないですかみんなむずいのかな。うん、その楽曲がね制作されてるってことが発表になりましたけど、はい、この NOVA という曲以外に我々は雄一と浩平とも歌ってる曲があるんですよ、はい、そっちをどのタイミングでみんなにね聞いてもらえるのか分かんないですけど、うん、めちゃめちゃ難しくて、でもめちゃめちゃかっこよかったのよ。そうなんですよ、俺人生でこんなになんかヒップホップみたいなヨー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 ってやったのは初めてだなって。ちょっとねノバもそういう要素ありましたけど、うん、ラップとまではいかないけどちょっとリズム的にね、韻を踏んでたりとか。そうなんですよね、だからそのあたりも楽曲の中でもなんかバトルしてる感じ。そうそう、バトルしてるような感じで歌ってくださいって言われたような気がします、うんうんうん、覚えがある。火花散らせですか。あ、火花散らせ、バン打っちゃダメなんだよ本当はフレンドリーファイヤーだからダメですそれは。そう、はい、そうルール違反、味方同士のはずなんだから。そうですよね、本当は。でもそのねバチバチ感みたいなのも、うん、MV にというかアートパートに落とし込まれていて、うん、目も合わさずにねそれをこう見ているっていう2人もちょっとかっこよかったんですけど、ね、でもなんか本当楓が海外に挑戦したいっていうのがなんか分かるような、うん、そうね、画風でした。確かに、うん、すごく強しそう、うん、グローバルな感じのね、うん、力強いアートパートになってたと思います。はい、かっこよかったです。というわけでテレビアニメオーパスカラーズは毎週木曜24時より東京 MXBS11 にて放送、配信は DMMTV にて見放題独占配信です。それではまた明日。